どうもみなさんこんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。大ちゃんです。キメイマルです。降臨です。ヨウムだよ。サナエと、フランと、レミリアと、オクーと、サクヤと、シワコです。はい、今回の動画はですね、今 YouTube でも多数の動画が上がってる顔から逃げるゲームをしていきたいと思います。顔から逃げる？なんか怖そうな予感。それでは、挨拶が終わり次第始めましょう。それでは、1ステージ目は、霊夢さんお願いします。私がやるの？うん、それじゃあよろしくね。うん。それでは、早速やっていこうかな。じゃあやっていきましょう。というかどこに顔がいるんだか。やばいやばいやばい、逃げろー。誰か死んだー。危ない危ない。いやあんなの怖すぎだろう。ってそこにもいるー。てでか、こっちじゃないか。矢印の方に行ってみよう。これ通れるのか？普通に行けたわ。これで終わりなのね。ってことは次はマリサの番かな？おいマリサー。終わったみたいやな。次は私の番か。頑張るぜ。霊夢お疲れ様。お疲れした。さあやってきました。ステージ2ですね。どんなステージなんだろう。なんかドアがあるなぁ。早速入ってみるか。おっとドアの前で待ち構えてるな。こっちからはいけないか。もう一つの方から行こう。いやこれ視聴者怖がるぞ。やばいやばい、来てる、逃げないと。とりあえず先に進もう。うらあああああ。マジビビったぞーい。いやもうこれは視聴者には厳しいかもしれないな。視聴者の皆さん、怖い人は見ないことをお勧めします。いやもうこれひょっこりはんや。反対方向に誘導してっと。そしたら、右側から入っていく。これぞ避ける方法。
次はコンベアステージか。いや、ちょっと、あそこで待ち構えてるの怖すぎるだろ。最後は迷路か。なんというか疲れたな。よしクリア。さあ次は、ウプ主の番かな？違うよ、次は鬼名丸だよ。あ、そうか、ウプ主は画面でやってるから。じゃあ鬼名丸次よろしくな。おうよ。さあ3ステージ目かな？なんか、でかい顔が回ってるけど。回転寿司ならぬ回転顔ステージ的なとこ？それじゃあ早送りで行きましょうかね。めんどくさいんで。じゃあ早送りスタート。次は僕かな？ 4 ステージ目か。なんだかすごいとこの予感。動画が長くなりそうなので僕のとこはカットでいきますか。それでは、カット。次は、私の番ですね。ステージ5はガラスなんですね。まあ余裕でクリアしていきましょう。
ステージ6は私の番ですね。どんなステージなんでしょうか。うわ、暗いな。とりあえずカットしましょう。皆さん、ここで事件発生です。なんとこの顔が次に7ステージに行く唯一の道を塞いでいました。これは罪と言えるのでしょうか。
それでは、なんか、ステージ7まで撮影できませんでしたが、後日改めて、ステージ7のサナエからスタートしますのでお楽しみに。それでは、また後日の動画でお会いしましょう。バイバイ。